シーナカリン・タラーボーロ・マラ・ーチャ・チョンナニ・オータイ号は、タイ王国国王、ラーマ八世及び、ラーマ九世の母。タイ国外では、通称、シーナカリン・オータイ号などと呼ばれる。タイ北部を愛し、頻繁に訪れたことから、北部の特に山岳民族からソムデットヤーと呼ばれ、親しまれた。また、タイでは一般にメーファールワンと呼ばれる。なお、旧名は、サンワーン・タラパットである。 モノグラムキトンブリーで開業していた家境の近在区職人の娘として1900年に誕生する。9歳の時父母が死亡したが、ペッチャブリーラーチャシリントウォン王女の救助となり、サットリー・ウィッタヤー学校に通う。その後、16歳の時からシリラーと病院に看護婦として勤務するが、後に王室の奨学金を頂戴し、アメリカに留学。 20歳で留学先で出会ったソンクラー・ナカリン、王子と結婚した。その後、ソンクラー・ナカリンが急病に倒れる1929年までに、カンライアーニワッタナー王女、アーナン・タマヒドーン王子、プーミポン・アドゥンラヤ・デート王子を生んだ。1929年に、ソンクラー・ナカリン王子が死去すると、サムアンの理解者であり目であった、シーサワ・リン・ヒの住む、サラパトゥム宮殿に身を寄せる。 あとに、立憲革命の混乱の最中、ラーマ七世が大尉、大意、1935年に、息子のアーナンタマヒドン王子が、国王になり、王子の平民出身の嫁から一役、国王の母となった。この頃、サンワーンから、シーサワリン妃に送られた書簡には、私が国王の母にふさわしくないのであれば、どうぞ王族の母を持つ方を王に選出するように、 彼らに言ってくださいとあり、かなり動転していたことが伺われる。1935年に、アーナンタマヒドンが即位し、ラーマ8世となると、ラーマ8世があまりタイの気候に合わないことや、ラーマ8世の学業の継続などの理由から、家族と共にスイスのローザンヌに戻った。その後、ラーマ8世が謎の死を遂げ、プーミポンがラーマ9世となったが、1960年、 ラーマ旧世とシリキット王妃がヨーロッパへ行くと一時的に摂政となり国王の業務を代行した。晩年、シーナカリンは北部地域に大きく関心を寄せ、同意ンの近辺で国境警備隊の名誉隊員となり山岳民族を訪ねて回り、また無料で山岳を巡回する医師たちの活動を支援した。このほか、多くの事前事業に参加している。また、 同トゥン宮殿を建て、そこに行くのを楽しみともしていた。しかし、1991年に体調を崩して、以降は何度も体調を崩すようになり、1995年に報じた。1996年5月10日、正式に葬式が取り行われ、ワットラーチャボーピットに遺骨が奉納された。なお1993年には、シーナカリンを記念して建てられた。 ソムデットや公園が開園している。シーナカリン王対号の像シーナカリンに由来する公共団体や地名などが各地に残っている。以下ではそれらのリストである。ありがとうございます。